僕はどうすればいいのだろう。あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。Jesus calling you。 皆さん元気ですか？元気がなくても大丈夫です。時刻は午後6時を回りました。お届けしている曲はサムエルのイエス様がいれば大丈夫です。皆さんこんにちは。宜野湾聖書教会プレゼンツ Jesus calling you 第148回目の放送です。この番組は身も心も疲れてしまっているあなた、生きていく気力がなくなってしまったあなた、なぜ生まれてきたのかが全くわからないあなた、とても急いで助けを求めているあなた、そんなあなたのための番組です。30分間どうぞお付き合いください。まずはじめに宜野湾聖書教会キム・トンヨン牧師を紹介します。キム先生は韓国は広州にある教会の牧師のご子息として成長されました。ある日、日本で宣教をしなさいという命令が神様から下ったそうです。この命令に従順されて1994年に来日されました。1998年からは沖縄に移られて宜野湾聖書教会の牧師として神様からのメッセージを語り続けておられます。では自己紹介をお願いいたします。はい、こんにちは、宜野湾聖書教会のキムです。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日は収録放送なんですけど、私キャンが本日もミキシングを担当してまいりますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで本日の、テーマですが、キリストの体と部分とタイトルしました。あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ Jesus calling you。 はい、今日の聖書箇所ですが、コリント人への手紙第1の、12章12節から16節を朗読してまいりたいと思います。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちは皆、ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も、一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。実際体はただ一つの部分からではなく、多くの部分からなっています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。ではキム先生お願いいたします。はい、こんにちは、今日は第一コリントの手紙中2章の中2から27というちょっと少し長い箇所ですが、中6節まで、読みました。聖書は罪からイエス・キリストの贖いの恵みを受けて、イエス・キリストを信じる人、その人々が集う教会をキリストの神父、もしやキリストの体と語ります。それで今日はキリストの体と部分という、その体についてお話をしたいと思います。さっき話したようにキリストの体である教会について共に恵みを分かち合おうとしますが、私はその体の中で指なのでしょうか、もしや耳なのでしょうか、口なのでしょうか。今日の御言葉を見ますと、いや私は手じゃないからと言ってもう関係ないよということはできないという、そのような話内容が記されています。一つの体には多くの器官があり、しかもそのすべての器官が同じ働きを知ってはいないという、ローマの手紙の中二章で語りますね。私たちはみんなそれぞれ違う役割を果たしますが、
その中でキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。部分です、枝ですということですね。その体の部分は聖徒である私たちはキリストに従順する、それも頭なるキリストに従うということです。聖書は誠のキリスト者、イエス・キリストを主として信じる人を性別されたと語り、その性別された人はキリストの体のどこかの部分であるということです。だからこそその頭であるアダマなるキリストから離れて、私はもう私のしたいことをするということはできないということですね。私たちはいつもアダマの頭であるイエス・キリストに従って共に歩み、それぞれの役割を果たすとき、主の体である教会が成長し、主の栄光を表すことができるということです。教会はキリストの霊的な体です。そのアダマはキリストであると話しました。その部分が聖徒たちです。ああ、キノアン聖書教会はどこの部分ですか、私はどこなのでしょうか。さっぱり具体的に分かればいいんですけど、私は耳か口かよく分かりません。確かなことは、私たちはキリストの体の部分であり、その頭なるアダマなるキリストに徹底的に仕え従う必要があるということです。キリストの体の部分である聖徒がサタンの命令を受けて、サタンの支配を受けてキリストから離れてしまうということは罪になることであるということです。キリストの体の部分である聖徒が頭なるキリストの支配を受けて、その命令に従順するというのは当然なことであり、栄光のことであるということですね。強いられてやるこれは嫌だなではなくて、その主に従うことは栄光のことであるということです。キリストの体の部分である聖徒たちがその頭なるアダマなるキリストの支配を受けることは祝福であります。しかし逆らうことは大きな問題を起こすということです。神様は罪人である私たちのために、一人子であるイエス・キリストを送ってくださり、そのイエス・キリストの十字架の血潮によって私たちの罪を許してくださいました。そのイエス・キリストが頭となる、アダマになるということです。私たちはそのキリストに直している体の一部分になって、神の御国の栄光を受けることができ、神様の祝福を受けることができるということです。ですからその悟りがあるキリスト者は、キリストの体の部分であることがどれほど素晴らしいか、どれほど栄光であるか、この栄光に導いてくださった神様の恵みを深く考えて、頭なるキリストに従順する、そのような聖徒になることは素晴らしいことであるということです。私たちは時々支配されるという言葉を本当に警戒するすべきだと思います。しかしキリストに支配されるということは、治めを受けるということはとても素晴らしいことであり、祝福であるということです。また私たちはイエス・キリストが私たちの教会の頭であり、私の頭であるということ、それを覚えて、私たちが主に従うことによって、私はこの賜物を持ってこの世に仕えるという、
そのようなことができることは素晴らしいことであるということです。それで私たちは神様にキリストに従わない、不従順することを捨てて徹底的に従順する必要があるということです。愛する天皇お父様、私たちはこのようにしますと祈ります。その祈りますが、従わないと虚しくなるということですね。またキリストの体になっている私たちは、お互いに調和を成し遂げることが必要です。さっき耳の話や足の話をしました。キリストを体にしてキリストに従う、従順することはとても大切で祝福ですが、また教会の中でお互いに調和する、本当に励まし合うということはとても大切なことであるということです。ああ、私よりあの人はなんか素晴らしい、よくする、私はできないのにという、なんで私は同じことができないのかとじゃではありません。私は口で話すことができない、私はしかしよく聞いてあげることができる、私はもう走ることが長寿。そのように私たちの部分、器官というのはそれぞれ違います。食べるところ、聞くところ、またその食べたものをよく吸収するところ、それぞれが完璧に働くとき、私たちの体は元気になります。このように主に従う体の部分は、口が話すためには耳と目が情報を読み取る必要があります。聞き取る必要があります。それで正しい判断をするために、また頭からいろいろ解釈するときがあります。また私たちはこの手が一生懸命頑張る時があり、足が頑張る時もあります。しかし一人で口になって、手になって、足になって、全てをやろうとする時はうまくできないということです。それで私たちは頭なるキリストの御心に従って、私の役割を果たすということです。誠に神を知って、アダマになるキリストを知って、キリストの体である教会を理解する、悟る生徒は、信者は力を尽くして周りと協力し、調和を追求し、本当に一つになっていくということです。地上にある教会には教授的な使命があります。あ、この教会は何ができる、何がうまい、何が素晴らしいといういろいろなことがあります。しかし強調するのは、私たちは魂を救う伝道の使命があります。また隣人を自分のように愛して助ける必要があります。私たちは神様の栄光を表すために、その恵みを受けて、その恵みに応じて、応答して、互いに助け、また励まし、お互いを励ましていく必要があるということです。それでキリストの体の部分である信者たちは、その神様の恵みと祝福を受けて、自分の力に従って、お互いに愛し、協力し、使えるということです。それでその使命を果たすためには、調和が必要であり、その調和がうまくなるとき、そこには素晴らしい主の栄光が表されるということです。私たちはこれじゃないといけないなと思うときがありますが、自分の やりたいことだけじゃなくて、本当に周りと協力してキリストの体として、部分として歩んでいく必要があるということです。特別に私たちが警戒するのは、
高慢になって、私はあの人よりもっと優れてもっと偉いと思って、その人を無視するのではなくて、また私はこのように高く上げられないといけないという、その高慢がその調和を壊す、その原因であるということです。また不従順というものは、主に従わないものはこの調和を壊すものであるということです。ですから教会の中に入ってくる偽教師、偽預言者を警戒しながら、誠の頭なるアダマなるキリストの御言葉を握り、主に従い、主に結ばれた神の子供としてキリストに忠順する心を持って、すべての高慢と妬みの心を捨てて、相手を尊重しながら力を注いで励まして、協力して調和を成し遂げていくというのはとても素晴らしいことです。私たちは罪人として非常に弱いものが、この調和を求めるということです。ある人はもう自分は何でもできない、何にもできないと言って後ろに低い人がいます。またある人はもう私は何でもできるという、もう手を挙げる人もいます。しかしその中で私たちは一人一人が本当に主にあって、主の体であることを覚えて、手になり足になり口になり耳になって目になって、体の中心のアダマなるキリストの御心に従っていくという、そのようなことを求める私たちになることを願います。まとめたいと思います。私たちは本当にこの地上の教会はいろいろな弱さもあります。神様に完全な教会ではないということです。神様の前で失敗があります、争いがあります、戦いもあります。しかし私たちはサタンと戦って勝利するために、私たちは主に従う頭なるキリストの体であることを覚え、頭なるキリストに徹底的に従う必要があります。従順することです。また他の部分である信者、教会の中にあるいろいろ力を合わせて協力していくとき、私がいつも中心になって私が目立つのではなくて、十分調和を成し遂げて歩む必要があります。ある時は自分を低くする時があり、ある時は周りに弱い人を励ます必要があります。力をつけて元気をつけて一緒に歩んでいく必要があります。また部分である私たちは頭なるキリストに不従順する従わない罪を犯してはいけない。私たちが不従順することによってキリストの体がうまく動かない、埋するってはいけないということです。積極的にキリストに従い忠順して、部分の協力と調和によって神の栄光を表していくことを願います。このために神様は私たちに恵みを注いでくださり、力を与えてくださいます。ありがとうございます。ありがとうございました。本日の感想なんですけど、確かに我々の体も細胞一個一個が集まった集合体で体構成されてますけど、まあ、そういったように、まあ、我々も大きな体の一部と捉えて、でその中でもイエス・キリストが、まあ、頭だ、まあ、指令を出すところなんだと、だからそこに従いましょうっていうお話なんだなっていう今日は思いました。ではキム先生、リスナーの皆様のための、
お祈りをお願いいたします。はい、お祈りしましょう。恵み深い天のお父様、神様は私たち一人一人を愛して、一人子であるイエス・キリストを送ってくださり、そのイエス・キリストの十字架の贖い血潮によって私たちのすべての罪を許してくださり、キリストを教会の頭として立ててくださいました。そのイエス・キリストの十字架の恵みを受けるキリスト者、クリスチャンは、神の子供は体の一部分であることを教えてくださいました。私たちは頭なるイエス・キリストに徹底的に従うことができますように。また教会の中で弱い人を励まし、調和を成し遂げ、協調し、力を合わせて伝道し、魂を救うことができますように、主が助けてくださり導いてください。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。海が好きだった父、決め手はこの景色でした。真心込めて誠心誠意提案してくれました。大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日、御国にご相談を。0120-392-756、御国株式会社。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。宜野湾市の花、心優しい妖精三段くんが LINE スタンプとしてついに登場。 LINE スタンプの売り上げは宜野湾市の地域福祉のために使われます。ご購入は LINE スタンプショップ三段くん、または宜野湾市社会福祉協議会で検索。あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。宜野湾聖書協会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、ジーザスコーリングユー、お別れの時間が近づいてまいりました。今日の聖書箇所についてもっと知りたいと思った方は、よろしければお電話をくださるか、直接教会をお尋ねください。毎週日曜日の朝10時半からは礼拝、毎週水曜日の午後7時40分からは祈り会を開催しています。どなたでも歓迎いたします。また今日食べるものがない、夜寝るところがないなどで困っている方も遠慮なく、すぐにお電話ください。電話番号は 098-890-1350。 私たちはあなたのお役に立ちたいと思っています。また教会では毎週火曜日と木曜日の午後3時から、主に宜野湾の小学生を対象としたハレルヤアカデミーという名前の子どもの居場所づくりをしています。希望者には夕食も準備しています。関心のある方はお問い合わせください。以上、すべてのお問い合わせご連絡は 098-890-1350、 098-890-1350、 宜野湾聖書協会までお願いいたします。宜野湾聖書協会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、お別れの時間です。今流れているエンディングは放蕩息子というタイトルで、キム先生の息子のサムエルが作り歌っています。私たちが今どんなにボロボロな状態、ここまで悪いことをしてきた自分は今さら教会になんか行けない、だって神様はとっくに見放されているはずだからと思っていても、神様はあなたに向かってずっと両手を広げて、あなたが帰ってくるのを待っているんだよという曲です。この番組はあなたのエンドライフにもっと寄り添いたい、三国グループの提供でお送りいたしました。メッセンジャーは宜野湾聖書協会キム・トンヨン牧師、ミキサーは私 FM 宜野湾のできる男キャンがお届けしてまいりました。また来週水曜日の午後6時にお会いしましょう。では
ヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉シェキナーでお別れします。シェキナー。シェキナー。全て失ってやっとあなたの偉大さに気づきました。偉大さに気づきました。大さに気づきました。大さに気づきました。許してください。今までの僕を愛してください。こんな私でも満たしてください。あなただけでまたやり直せるよ。